こんにちは、ミハイヤの平田です。今ちょうど楽勝文に今掲載している会社さんのところに行ってきました。で、やっぱりすごいなと思ったんですけれども、一回まあ募集記事を書いてみて、何度も何度もチェックして、で募集をかけてみたんですけれども、その後再じゃない応募は来たにもかかわらずですね、全員なんか実は書類時点で落ちてたんですね。ちゃんとした経験者が言ってたんですけど、で、もう一回ちょっと今日行ってみて、なんでだろうとっていう話を聞いてみたら、ニーズが結構微妙に違うっていうことが後から分かり始めたってことが分かりました。で、楽ジョブって実は書き直しは全然もうお金かかんないで何度でも何度でもできるんですね。写真の取り替えもいくらでもできますし、上の方に持ってくることもできます。なんでちょっと今回求人広告内容を書き直して、まあそこの会社さんは実は女性が欲しいんですけども、まあ、ちゃんと女性にも読みやすい感じで、女性がいかにも入りたいと思えるような感じに変えましょうという話になりました。まあ、こういうようないろんな、変更も無料で受けたまっております。楽ジョブは業界発展のためにいい会社さんにいい人材がどんどん入って作品が生まれるようにしていければなと。